2023年1月10日、佐藤修一でございます。まあ、1月もね、とうとうね、10日、になってきましたけどもね。今朝はですね、まあ、総理のね、暴走をね、地元広島から待ったをかけるというね、話に、まあ、具体的なお話をね、していきたいと思います。まあ、塩原市議会の方ではね、すでにいわゆる防衛費倍増にね、反対するという意見書をね、定例会でね、採択をね、いたしております。まあ、そもそもね、防衛費倍増自体がね、まあ、増税、そのための増税っていうこともね、大問題なんだけど、そもそもそれがね、必要なのかというね、問題もね、これあるわけですよね。うん。まあ、実は言うとね、中国もね、実はGDP 比ね、で言うとね、軍事費少ない方なんですよね。アメリカとかね、ロシアとかね、あるいは NATO 諸国に比べてもね、GDP 比ではね、少ない方なんです。GDP で言うと増えてないという状況もあってね、本気でね、あれだったらね、本当、GDP で増やすって状況あるから、そういう中で日本がね、GDP 比でボーンと増やすっていうのはね、まあ、日本側からね、逆に挑発してるっていうね、いうふうに見られてもね、仕方がないっていう部分も出てくると思いますよね、これね。GDP 比っていう意味でやるとね。まあ、総理のね、やり方っていうのはもうね、アメリカから武器を買ってね、まあ、経済という意味でもね、結局お金をね、アメリカに流出させるだけというかね、まあ、総需要を増やすわけでもないというかね、いうことでね。もう全然ね、ダメというかね。まあ、ね、そんな、競争しててもね、結局、GDP で少ない日本の方がね、倒れてしまうというのもオチですしね。今、自滅するのはオチですしね。それだけじゃなくてね、やっぱりその、なんていうかな。まあ、このね、平和構想ね、提言会議、こちらね、アイキャンですね。前にノーベル平和賞をね、受賞されましたね。アイキャンのね、まあ、でも活躍されてるね、川崎明さんね、などを中心にね、まあ日米同盟一辺倒から脱しね、アジア外交とね、多国主義の強化をという話をね、されてますね。まあその、ね、これはまあね、アメリカと仲良くすること自体をね、否定するわけじゃなくてね、まあ多国間主義ということですよね、結局ね。まあその、今の総理っていうのはもうね、安倍さん以上にもうね、名誉白人みたいになっちゃってね、喜んじゃってる。ね。日本でサミットが開けるってことでね。でもこれじゃあね、アジアの中で実はね、まずいということもね、これね、言えるというのは私思うけどね。まあ、それとちょっとね、問題意識共通してるのかなと思います。まあ、ほんとね、二項対立でやってたらね、ダメですよね、それはね。まあ、国内政治でね、それはね、まあ、民主主義とかね、人権とか法の支配、これをね、やっぱりちゃんとやっていくっていうのはね、大事なことだけれどもね。しかし、じゃ平和もね、やっぱり基本的な人権なんですよね。相手が民主主義じゃないからって言ってね、ぶん殴っていいっていうわけじゃないということをね、やっぱりあれしないとね、やっぱりアジアとね、多国間主義の、平和をやっていくと、いうことね。やっぱり緊張緩和とかね、やっぱり、まあね、朝鮮戦争を終わらせてね、やっぱり行くっていうのもね、大事ですよね。まあこういうね、まあ多国間の安全保障の枠組みっていうのもね、やっていきなさいっていうのもね、やっぱり広島もね、地元からもね、しっかり提言をしていくと。総理の地元からもね、しっかり提言をしていくということが大事だと思います。やっぱ戦争になってね、じゃあやっぱり削られるって言うと、まあ地方自治体のね、財源とかいう部分もあるでしょうしね。決してね、黙ってはいけないというふうにね、思っております。まあ、特に総理のね、地元からやっぱりね、これ総理おかしいと、いうことを言ってくっていうのはね、やっぱり、まあ、地元の広島県議会としてもね、大事なことなんじゃないかな、というのをね、思いましてね、私のね、お話をね、終わらせていただきます。まあね、ほんと詳しいところはね、このね、リンク先もね、一緒にね、勉強していきながらね、皆さんと議論を深めていきたいなと思っております。それでは皆さん、本日ね、ありがとうございました。ね、引き続きね、応援メッセージ、推薦人、こういうのもね、募集をさせていただいておりますし、そしてね、何よりね、まあ本当、寒波の方もね、引き続きね、伏して、お願いを申し上げまして、私、佐藤をね、放送終わらせていただきます。最後までね、ご協力ご清聴ありがとうございました。